あざっす。あざっす。あざっす。本日なんですけど、はい。ちょっとまたドッキリ企画になるみたいね。おお。もう最初に謝ってきます、視聴者さんに。どうもすいません、なんかいつもドッキリ企画ばっかりで。今回はちょっと前ぐらいにブラックメールって流行りました。バックメール中学生ぐらいそうですね、結構前ですよね、それ結構めちゃくちゃ前ですね。男の人が女の人になりきって、はい、男の人にメールを送るんですよ。おで、男の人を騙すっていうのをブラックメールって言うんですけど、はい、社長騙したいんだけどあの人多分知らん女の子からさ送られてきてもさ不審があるので、確かに引っかからなそうですよね、そういうのには。今回はちょっと、まあ、リリちゃんが思わせぶりなような感じのメールを送ったら多分あの勘違いって女の子に演じる人ですね。で、まあ、リリちゃんに送ってもらって、それは絶対勘違いするで。だってリリちゃんに対するさ、もう接し方が気持ち悪いもんね。だってお前も何か変なこと言われたんだろ。でも写真撮ってこい。なんでですよ、頭コスコスしたいで。チンチンみたいな頭しやがって。めちゃめちゃ言うじゃん。ではね、ちょっと早速、ちょっと社長を、まあ、ちょっとメール送りたいんですけど、そのメール送ってる姿を動画で撮りたいんですよ。社長がどんな顔してるか。ああ、そういうことですね。会社で。ああ、ああ、めっちゃ見たい。多分やってそうなんで、その動画撮りたいもんで、ちょっと今日ね、本社の編集者、みっちゃん。めっちゃに協力してもらってるんで、撮ってもらうってことですね、社長。あー、いいですね。みっちゃんにはもう言ってあるもんね、はい、打ち合わせするように、はい、呼び出して、はい、カメラセットしろよっていうのを。 OK、 OK ですか。いいっすね。じゃあ早速メッセージ送ってみましょうか。送ってみましょうか。送ってみましょうか。よし、送ってみましょう。はい、じゃあ送りますね。送りましょうか。まず最初、お疲れ様です。帰ってくるんですか。そういうこと。とりあえずこれでお疲れ様です。今日の夕方お話があるんですが、お時間ありますか。あ、 OK です。送りますね。どうする、これでパーンって帰ってきたらメールスライドいないから、逆に。あ、メールスライドになってほしい。開封済み、記録されました。来た多分見たってこと。あ、送信中、送信中、送信中。これ考えてるみたいな感じするからね、打ち込みみたいな。あー、そういうことね。お疲れ様です。お疲れ様です。どんだけ考えたの。考えすぎでしょ。なんかあった。直接お話がしたいですだけで。な、直接お話がしたいです。丸で、僕だったら次に好きって言って。はっ、ずーっと早くね。はい、めっちゃ早い、めっちゃ早い。えー、なげえ。 YouTube のことかな。カス回転なんかあったかな。なんかあったかな。 YouTube でもカス回転。 YouTube、 仕事のことじゃないんですけど、ちょっとまあ個人的な話がありましていいじゃないですか。あー、いいですね。YouTube かな。見ましたね。考えてる、考えてる。テレビ見てんだけど、今、校舎長が打ってるところの動画を。ちょっと、ちょっと。めちゃくちゃ長い。お、個人的にどうした、心配事、相沢さんと何かあった。社長と私のことで、あ、私のことだったのかな。私と社長の将来のことを考えて。あー、見てない。社長との将来、社長とも将来のことを考えてますし、よし、うん、いろいろ考えてたんですけど、あ、全然、何、あの、いいの、豆さんみたいな。俺との将来、どんなこと、どんなこと。まだちょっと引っかかって、まだ引っかかってなそうじゃないですか。どんなこと、私ちょっと社長のこと考えるとドキドキしちゃうんですよ。あー、私、社長のことを考えるとドキドキするんです。何がドキドキするんだろう。こういうこと言うのも恥ずかしいですけど、みたいな。ああ、こういうこと言うの恥ずかしいですけど。ああ、いいね、いいね、いいね。ああ、いいね、でもぽい、めっちゃぽい。次がちょっと、何か返ってくるか。そうですよね、どう返ってくるかですよね。次、何とか言ってくるんだろうね。ああ、そういうこと。俺との将来、うんうんうん、どんなこと、
どんなこと、ちょっと来とるよね。言いました。あ、今考えてたけど消しましたね。消してみよう、消してみよう、消してみよう。やばい。アホやね。あっという間に来るんじゃない、来るんじゃない、来るんじゃない、まだ引くんじゃないですか。来るんじゃない。考えてる、考えてる、考えてる、考え、なんて来る。おお、まだ打ってる、まだ打ってる。今ちょっと不安定だよ。電話かかってくるんじゃない。うん、確かにかかってきそうですね。考えすぎじゃね。じゃあこれ見せるの。少し電話で話せるかな。で電話はちょっとしたらもう多分確定でしょ。確定だと思っちゃうよね。そうですよね。俺でも思っちゃうもんね、確定ですって。 あ、もう見ました。早っ。え、なんて来る。あ、あ、あ、消えた、消えた。あ、やばいやばい、来た。お前誰か、誰か、お前。しながら少しでいいから電話で内容聞きたいな。ちょっと伸ばしとるところまた。あ、ま、まだ打ってる、まだ打ってる。あ、消えた。来とる、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 来とる。食いついてきた、食いついてきた。そうですね。なんで。あ、なんかニコちゃんマークが来ました。古くね。しかもなんか、めちゃくちゃ なんとも言えないやつですね。なんかあれだよね、シュールだ、ニコちゃんマーク、ね。確かに電話をしたら、あ、ま、売ってる、なんか売ってる。あ、また来てる、また来てる、また来てる。難しいかな。そう、そうですね。会うまで我慢してください。ちょっと行こう、行け、行け、ちょっと待って、はい、ちょっと電話しよう。はい。あ、待って待って、フェイスタイム、フェイスタイム。絶対出たから、絶対出たから。今すぐに会いたい。仕事終わったら今すぐ会いに行っていいですか。はい。で、あ、来たっすよ。見てる。まあまあえぐいよな。何時頃。何時、来た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 。あ、リアルだな。もう来たよ。何時だったら、夕方、夕方だよと。会社でいいかな。みんないるところでも大丈夫。夕方。社長の顔が見たいですよ。あ、なんか、なんか売ってる。いやいやいや、何やってるんですか。なんか来ました。とりあえずこれ送ります。とりあえずそれ送って、もう私どうにかなっちゃいそうです。社長は悪い人ですねって。社長は悪い人です。お前来たな、今来たよ。まだなんか来ましたよ。もうあっち行っとるやん、目が、お目があっち。6時少し打ち合わせでいないから7時過ぎなら大丈夫かな。あ、もうこれで送りましょう。社長って悪い人ですね。社長って悪い人。大丈夫ですよ。あ、大丈夫です、先に言いましょう。大丈夫ですよ。あ、どんな内容か少しだけ確認したいけど電話できるかな。あ、すいません、ちょっと今今できないんですけど。社長って悪い人ですね。まだなんか絵文字というか、なんか写真みたいなの来ますね。見よ。何これ、なんかウキウキしてません。2個じゃない、6個なの。僕1個もないですよ。その分髪の毛ないの。なんて言うの。あ、来てる。ただ売ってる感じ。指示に会社で待ってるね。うん、OK、 わかりました。すぐに会いに行きますって。巻いてパンやん。よし、これでとりあえず7時に社長とアポは取れましたね。なんで7時まで、ちょっと待っといてください。じゃあ7時まで。なんか来ました。え、え、You got it, dude. <笑><笑> 7時まで。カメラ
今社長部屋にいるんで、今からバーンって侵入していった時に、どうしたのレレちゃん、僕のことが好きなのアンドゥーって感じ。お前きっとけよ、ね、ニングラお前何回 YouTube で撮んだ。これで監視カメラ仕掛けるんで、社長室行ってポンって置くんで、これで社長の顔面パチシ撮るんで、じゃあ社長いつまでレッツゴー。失礼します。はい、お疲れ様です。あ、ちょっといいですか。はい。あ、ちょっとさっきのことなんですけど、荷物ここ置かせてもらっていいですか。はい。すみません、ちょっと今朝メッセージ送っていいの？送ったことなんですけど、まあ、ちょっと、ここで話すのもちょっとあれなんで、カフェとかで。まあ、ちょっと車に行った車に行きました。はい、おー、それあー、ね、珍しいですね。じゃあ、打ち合わせ。いや、ちょっと今から2人でカフェ行くんですよね。カフェ、はい、なんでいいよ、そんなことない。ほら、ちょっと、ちょっと、ですし、ちょっとぐらい、まあ、ちょっと、座っていきます。はい、はい、すみません。何しろ。いや、別に僕いないんですけど、まあ、署にあの荷物それに来てくれるって言ったの、書類があるんだ。あ、書類来てくれ。何ですか、二人で。いえ、所存者です。まあ、私の個人的なお話がちょっとあって、はい、今日誘ったんですけど。個人的に、はい、めっちゃ気になるんだ。仕事。仕事じゃないじゃないですか。仕事だ。全然仕事だよ。何で俺仕事だよ、すんだ。社長と喋ってるとドキドキしちゃうんですよね。まあ、そのこととはちょっと話そうかなと。ドキドキ。はい。ああ、俺もそれ分かるわ。なんかちょっとうるさい。声がうるさいな。ちょっとドキってしちゃうんですよね、社長の。確かにうるさすぎるもんね。お疲れーっていう声。もうそれでもういつでかい声出んねやろうとか思ったらもうドキドキなんですよね今は。分かるわ。って意味あるんですか、そのうるさいのって。そのキリ、いや別にドキリじゃないですけど、いや私の伝えたかったことを、まあちょっと今言っちゃいましたけど、はい、はい、私の伝えたかったことはそれなんですけど、何すか、何すか、何カメラ探しちゃった。いや、ドキリじゃないですね。どういうこと。いや、全然ドキリじゃないです。あ、大丈夫です。わ、目が泳いでるから、ちょっと。いや、泳いでないです。なんでドキリ。私がそれ言いたかったことなんで、はい、その声が大きすぎるってこと。ドキリでも何もないんです。電話、あんまりしつこいって嫌われるっすよ、男は。何しつこいってこと。電話しつこいって嫌われるっすけど。絶対しとるじゃん、これ。おかしい。電話しつこいって嫌われるっすよ。いや、まあ、そうですね。じゃあ、ドッキリでしょ、これ。まず言って。ちょっと、もう、まあ、もう怖いんだけど。何これ、何これ、俺なんかめちゃめちゃ、つらいんだけど。俺今日一日ずっと悩んでたんだから、キリちゃん。こう、開封済みになってから、こうやって送るまでの間、こうやって、ピンって消えてくる。考え中です。あれちょっとまあまあ気持ち悪いですよ。何、まあまあ気持ち悪いですよ。なんか中学生みたいでしょ。今この口からまで多分絶対好きだって送ってくるやつ次って言ったらチーッとねピューって言うてるあ、ちょっとさすがにな、ちょっと気持ち悪かったわ。乙女になってます。男としてどうか、嘘だ。男としてどうかと思いますよ。え、社長いつも言ってるじゃないですか、決断力だと。社長決断力だと。はい、はい、ということで本日の動画も最後になりますけど、ちょっとこれはリリーちゃんきついぞ。ちょっとドキドキするんですけど今ちょっとドキドキいらんわ。今日夜寝れんな。俺が寝れんの。これ動画上がった時どうなるんかな。お前ちゃんと最近ドッキリがひどいよ、お前のお父さんが出てきたあたりから。外国人なあ、外国人のプロ、お前なんで俺上げたんだよ。おい、ちょっと
ちょっとまあ社長への最近ドッキリが過激すぎますけど、まあ、もっと過激にしていこうかなと思ってますんで、皆さん社長のいろんな表情見たい、見たいですよね。あ、ドキドキした、ドキドキしちゃった、ドキドキしちゃった、ドキドキしちゃった、今ドキドキ、ドキドキしちゃった、ドキドキしちゃった。それでは本当にもうあのチャンネル登録と、締めな締めな、いいねだけよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあこのチャンネル登録参加だよ、俺困るね、マジで。マジで困るね。俺も勇気出してこれ上げとることは俺を買ってほしい。ちょっと俺はやらしい気持ちになったらもう確か、これだけじゃないけど、そこの一線は超えない。ちょっと超えそうだけど、カフェ行くって、カフェ行くってちょっとギリギリだったけど、なるほどね。まあそういうことにしておきましょう。あ、はい、それではまた見てね。見てね。今日は江南市のベルモっていうおしゃれなカフェで撮影させていただきます。すごいあの、何コーヒーと一緒に出てくるあれパンの耳みたいな、パンの耳ですね、パンの耳のラスクみたいなやつが本当に美味しくて、めちゃくちゃうまいですね。めっちゃ美味しかったですね。コーヒーもすごい美味しかったですし、はい、苦味とかちょっと少なくて、はい、ちょっと今度もっと時間ある時にあのランチ食べたいな。もう普通にランチ食べたいですよね。普通にランチ食べたい、すごい美味しそうじゃないですか。多分春とかになったらお花いっぱい咲くんですかね。多分そうですね。これ今ちょっと冬なんであれですけど、はい、すごいケーキセットとかもあります。はいはい、本日ここにベルノさんですね、はい、協力、ここで撮影協力してもらいましたんで、ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ江南市にあのお立ち寄りの際はベルノに ぜひ寄ってください、はい。